ぽぽんぽん特にんまあそれにしてもねあのまあびっくりしたのがねそのスーパーからですねまあトイレットペーパーとか、えー、トイレットペーパーとかティッシュ箱ティッシュとかねねあるいはもう えー、インスタントラーメンまでがですね、まあ、品薄になってるっていうニュースがね、まあ、出てると、まあ、これはもうデマなんですけども、デマで、その、まあ、マスクがね、あのー、もう品薄になってるからですね、まあ、それが、えー、トイレットペーパーとかですね、その、えー、箱ティッシュとかね、そこにも影響が出るんじゃないかということが、まあ、ネットで、えー、拡散してこうなってるみたいなことが、まあ、あのー、まあ、報道されてるんですけど、 いやーまあ、それだけじゃないような気がするっていうのはですねまあ、やっぱりその実際にあの僕も昨日、あのー、いろんなスーパーとかコンビニとかねまあ、大阪であの近所の回ったんですけどもいや全然ないんですよね、いやそこが僕はねあの恐ろしいなというか。でも おとついぐらいにはですね、やっぱスーパーとかに行ってもですね、普通にね、あのトイレットペーパーとかあったような気するんですけども、ま、昨日になって突然やっぱりなんかなくなって、 たののかなっていいう印象が僕にはあの強いですね、まあ、これは本当、あのー、その、政府とかも、その、あのー、精子連ですかあの、トイレットペーパー作ってる、えー、紙のね、あの、業者の、あの、まあ、連合なんですかねわかんですけども、まあ、そこは、まあ、十分にあると。十分に出回りますって、まあ、言ってるんで、あの、 安心というかですね、その買いに急ぐようなことはやめてほしいなって、あの、思うんですけども、ただあの、紙おむつとかもね、なんかそういうのも、まあ、介護用品とかもですね、えー、そういうのも売り切れてるっていうことなんですけども、ただ、 ただでもね、本当その、あの、消費者心理的に、まあ、言えばですね、まあ、実際にその店舗に、えー、トイレットペーパーがないっていうのはですね、これかなりのね、あの、やっぱりインパクトはありますね。まあ、あの、何軒か回っても全然ないっていうね。うん。ほんなんやっぱり今あったら買っとかなあかんかなっていう風にあに思ってしまうっていうのはあると思うんですよね。 だから僕もあの近畿のあの近所の人にね、あの、いやもうトイレットペーパーがもう、あの、どんどんなくなっているから、早めに買っといた方がいいかもよ、みたいなこと言われて、えぇ、ー、と。でもニュースで見たらもうそれデマやし、そういうのはね、あの、 大丈夫ですよみたいなことを、まあ、返したんですけども、でもその後でいろいろスーパー見たほんまにないっていうのを見たらですね、や,やっぱ焦りますよね。えっていうね。いや、ほんでの、ストックが十分あったらね、あの確かにあの買ってもいいかな。あの 買わなくても全然大丈夫かなと思うんですけども、ただ今、トイレットペーパーがですね、あと数個しかないとかですね、まあティッシュが少ないってなったらですね、いや、やっぱ買っとこうかってね、その焦る気持ちっていうのも十分ね、あの、理解できるっていうかね、あのー、もうそれはね、いやびっくりしますね。 でも、あくまでもそういうのデマなんで、その、買いに急ぐって、必要のない人が買いに急ぐってことはね、ほんとやめてほしいなと思うんですけども、まあまあ、インスタントラーメンとかまでもなぜかね、なんか売れてるとかっていうね、えー、ネットで情報が流れたりとかですね、もうわけわからなくなってきてるっていうかね、やっぱ世の中がやっぱり、あのー、不安っていうかね、まあこの、まあ新型の あの、問題っていうことになるんですけども、やっぱその、まあ今日もですね、今日もというか今朝、えー、WHO ですか、世界保健機関が、えー、世界的流行が認,認定した WHO がね、 ね、危険性最高であると、いうことでね。んで、昨日も北海道がね、緊急事態宣言みたいなのを出したと。うん。っていうことで、これ、こういう動きが、ますますね、なんか、あの、外出しないようにってね、その北海道の知事が言ったりですね、まあその政府だって、安倍政権だって言ってるわけですから、じゃあなんか、回数ないえとかなあかんのかなと思ってしまう心理っていうのもあると思うんですよね。で、それによって、やっぱその、 あの日本経済がですね本当に回るのかと、それでね、うん、ね学校の、ね、休校、一斉休校の要請の問題にしてもですね、まあ、あのー、なんてうんですか、別にあの強制するわけじゃないみたいなことをね、あの文科大臣とかが言い出してですね、まあそ あの強制力はないんで、みたいな各自治体で教育委員会でなんかちゃんとあの柔軟に対応してほしいみたいなこと言ってね。本当にもうそれで ますますですね、まあ、混乱してるというかですね、まあ、昨日、今日にかけてもですね、やっぱその、群馬県の前橋市とかもですか、えー、ね、あんまそんなん聞かないと、えー、休校はさせないみたいなとこも出てきたりしてると、じゃあ、どういう、あの、基準でね、あのー、 他の実態を決めてるんだっていうね、感染者がゼロだから、えぇ、ー、休校する必要はないとかって言ってるんですけども、ただ、検査もしてるわけじゃないですからね、あの、ちゃんとね、あの、感染の疑いがある人ですらですね、検査できないっていうのが今の日本の状況でね、全然その、厚労大臣が1日3800人、えー、検査できる、あの、 あの、なんか可能性はあるみたいなことです、それが全然違うっていうのが今ですから、もう本当にね、いや、ちゃんとしてくると、やっぱその、政権がね、やっぱ安倍政権が、その、この間菅官房長官がね、やっぱ1億枚以上マスク供給可能って言ったのが、これがもう先週ですよね。先週も全然解消されることなく、今週もあの、解消されてないと。うん まあそういう不信感がですね、やっぱトイレットペーパーが、あの、十分ありますよって言っても、ちゃんと消費者っていうか国民がですね、聞き入れてくれないから買いに走ってる可能性っていうのがあるんじゃないのかなっていうね。うん、いや、そういうのも考えられるかなと思ったんですけど、いや、ほんと怖いですね。うん、やっぱその えー、1973年の時もですね、やっぱデマでオイルショックでトイレットペーパーが、あの、店頭から消えたっていうのありましたけども、あ、もうそれだってですね、その、もうみんな、まあ、あの、楽観的に、まあ、これで、 あの、ま、あデーマーかなんかわかりませんけども、まあ、どうせすぐ、あのー、普通のように、あの、在庫を戻るだろうと思ってたらですね、なかなか戻らなくて楽観視してきた人の、えー、店頭に買いに走るってことが起きたみたいながウィキペディアに書いてたんですけども、いや、今、ほんとそういう感じの人多いんちゃうかなっていうね。でデーマーとはいえですね、実際にその店頭にないっていうのを見たらですね、いや、それはやっぱり、 焦りますよっていうね。うん。で、まあ、オイルショックの時は、そのトイレットペーパーが、その通常の、の販売というかね、あの、普通に流通するように、えー、在庫がですね、通常に戻るのが、戻ったのが半年後っていうことですからね。えー、ほんとね、なんかすっごい、この、まあ、今回はそういうことはないと思いたいんですけども、いろいろね、あの、 怖いなっていうかね。うーん。だから、それもちゃんと明示してほしいですね。いつまでに解消できますと。あの、トイレットペーパーとかに関してもね。うーん。十分あるって言ってるんですが、97%が日本でトイレットペーパー製造されてるっていうことですから、まあ、きちんと説明してね。いつま、あの、ここからもちゃんと通常に戻りますってことも言ってほしいですし、なんかそういうなんか、 やっぱりね、あの、休校とか、あのー、それによって企業がね、あのー、自粛したり、えー、遊園地がね、あのー、休業したりとかする、んってなったらですね、本当にもう日本経済への、え、ダメージっていうのが僕は計り知れないような気するんでね、やっぱちゃんとやってほしいなっていうかね、うん、なんかそこがなんか、ちょっとい、 あのー、まあ、もちろんね、あの怖がり、正しく怖がってね、あの、してほしいなとは思うんですけども、ただやっぱり、あまりにもね、この騒動が大きくて、やっぱりなんか、 極端な行動に走ってる、えー、人たちも多いっていうのがですね、このトイレットペーパーの品薄、えー、騒動ね、トイレットペーパーだけじゃなくてもティッシュ、えー、昨日トイレットペーパーあやっとあったかなと思ったらね、キッチンタオルがあったっていうね、あの、<laughs> キッチンタオルはあんねやっていうねいあの、びっくりしたんですけど、そのキッチンタオルですらですね、えー、マスクに使ったりとかして、こう、あの、 どこにもないっていう人もね、あの多いっていう報告が昨日ネットでも見ましたからね。うん、いや、怖いですね。いや、怖いんで、まあ、本当も冷静にというかですね、まあ、落ち着いてね、やっぱりちゃんと行動していかなあかんなと。 えー、だから本当やっぱその政府への信頼感っていうかね、安倍政権への信頼感っていうのが今どうなのかっていうのがね、この一連の騒動を見て思いましたけどね。いやー、まあでもほんね、なんか怖いなと思いましたね。まあきちんと、まあ野党もね、あの、ちゃんと協力し,てほしいっていうかね、やっぱそういう混乱とかそういうのをね、なるべくやっぱり あの、ないようにしていってほしいなっていうのは思いましたけどね。まあ、混乱させてるのは一体誰なのかっていうね、えー、そういうふうなこともね、昨日いろいろ思いながら見てたんですけども、いや、本当に、あの、正しい情報とね、正しい、ね、知識っていうのが本当に必要だなっていう風うに思いましたね。チャンネル登録よろしくね。